こんにちは、安です。今回は初心者向けの内容なんですが、ポップスものを作るときに基本的なそのサウンドを形成していくその軸となる部分として、そのフォーリズムっていうのがありますよね。ドラム、ベース、ギター、キーボードで、ベース、ギター、キーボードを使ってその一つの響きっていうのをみんなで協力して作っていくっていうわけですけれども、その中で、本当にごくごく基本的な、作り方というのがありますので、それを一つ示しながら、初心者の方の曲でやりがちな、まずい作り方ですね、っていうのも、ちょっとお話ししつつ、それを踏まえてちょっとこう自分の作るこれから作る曲でもいいし、今まで作った曲でもいいし、見直してもらって一つこう、ブラッシュアップしていけるようになればいいなということで、例えばね、ベース、ギター、キーボードを使った時に、G のコードを出すとするよね。例えばその、G 出すよね。で、これがベースが担当してるところ、音域的に。そしたらよくあるのは、この今度こうオクターブ上にパワーコードでこうギターが入ってくると。入ってくるね。で、そしたら今度その上にキーボードが入ってくるわけですよ。こんな感じでね。これで一つの響きを作る。その基本的な形で、例えばこの上にメロディーがいたりするわけですよ。みたいなね。感じでメロディーがこう上に入ってくると、乗っかって入ってきて、これで一つこうみんなで響きを作っていくということが、本当に基本と思ってもらっていいんですよ。で、これがね、例えば実際にその今の音を並べたのをそれぞれ音色に振り分けて見てみると、こういう状態になる。こういう状態、ベースがいて、ギターがいて、で、その上にキーボードがいて、これでみんなで協力して一つの響きを出していると、で、ここで割とやらかしがちなのは、上に乗っかるキーボードなんですけど、こいつがすげえ広範囲で出しゃばってるっていうようなことは、そういうと、のを、聞いたりとかするんですけど、なんかこう、もう例えばね、演奏者が両手使ってもう全部なんかこうフルに抑えられるだけ抑えるぜみたいなね。で、またそういうのってこう変にテンションとかの知識だけはあったりとかするので、なんかこう挟んだりとか、よし、ナインスも行っとこうぜみたいなね。で、なんかこうわけわかんなくて、こうサーティンスも確か使えるとか理論書に書いてあったよね。よし、サーティンスを中に挟もうぜみたいなみたいなですね。こんなこうどんどん壊滅的になってくるわけですよ。で、例えばね、この3音を使ったとしてもね、今これ基本形でしょ。でね、基本形なわけですよ。で、その下に ギターくんがいるから、下は任せてるわけ、ね、で、出す必要がないわけで、出してもいいけど、こう動くときには気をつけなきゃいけないよっていうね。で、また、ちょっといろんな、いろいろ気をつけなきゃいけないこと出てくるんだけど、こう基本形だよね。で、まずいなっていうのって、これをね、ちょっとこう下にできましょうか。これ例えば2つ上に持ってくると、これがブヤーってなるよね、一気に。響きから急にゴーっていう感じが増したでしょ。これがよろしくないわけですよ。で、でもその例えばね、スタジオなんかでこういう曲で、作家さんに持ってこられちゃったら、なんとかするしかないでしょ、エンジニアは。だから EQ でがっつり下削ったりして、調整聞こえないようにしたりとかね、っていうことをやるんだけど、それは本来そもそも作曲家の仕事なわけですよ。
あのエンジニアの仕事じゃないわけですよ本来ね。で、なのでまあこういう風にねなってて、要は下であの例えばこうギターがいて、でキーボードがもうこの低いところから入っていくよね。ここでぐちゃーのぐちゃーってこう なるわけです。なんかボーってねなるわけなのね。こっちの方がこうちょっとこう綺麗にこうブラインド越しに向こうが見えるみたいな感じするでしょ。こういうのね、うん、でまたねさっきも言いましたけど、あのこうポピュラー理論とかを読んでるので、そのなんかセブンスとかねテンションの知識だけは入ってきてしまうので、ちょっとこうセブンス加えてみたりとかね。でなんならあのこう低い下にここにこうあナインス入れようみたいなんですね。こういうね感じになってもうブレーってなるわけですよ。でこういうなってるのをやっぱり感覚的にはなんか市販されてるあの音楽となんかやっぱ違うなっていうのはどっかで感じてんだよね。でそうなると次何をしだすかっていうと、ミックスの技術が足りねえからだってなるわけですよ。違うんです、そうじゃないですっていうことなんですけど、なのでまずこの低域ですね、まあ鍵盤で見てね、鍵盤88件の中で見て、その低域を担当してくる楽器群、その中域までっていうのをちょっと配置を気をつけるだけでもう1段階曲のクオリティ上がって綺麗に聞こえますから、まあ、この場合だとこうベースいて、ちゃんとそのギターが、ね、いて支えてて、まあ、ここまでで手あの下の部分って土台っていうのはもう気づいてるわけね。だからわざとこいつらに侵入していく必要はないわけですよ、それ以外の楽器が最低限必要なものとしてはね。なのでキーボードはじゃあ私は上その上を担当しますよという感じでやって、最低限これで OK なわけね。でまああえてちょっとキーボードにもうちょっとこう下あの例えばね今ギターで担当してるこのルート5度で、ね、ルート5度のところもキーボードでこう、まあ、入れちゃうっていう手も一つあって、でそれはなもちろん動きで変な風にならないようにっていうのは注意が必要になってくるんだけどね。で入れて何をまあ狙ってるかっていうと、要はまあこいつら本来まあ入れず必要はない、ギターがやってくれてるから、だけどまあ入れてあのこいつらが出す倍音成分だけもらおうと、であのちょっとこう全体的にワシャッとした感じを出す、だからミックスするときにちょっとこの辺はもうガコンと削っていくっていうね、まあ、ほぼほぼ聞こえないみたいな状態になってくるけど、倍音は残るでしょう上ね、 EQ で調整するだけの話だからね、そういったところでワシャワシャ感をこうちょっと出すっていうのも、まあ、ポップスらしさっていうのもあるよね、っていうのはあるけど、最初はそんなことは考えない方がいいかなとは思うね。で、なのでまあその低域あまりにもこう下の方でぐちゃぐちゃっとしないと、とかね、っていうところを一つよくあの見直してみてください。もうこれだけで一つクオリティ上がりますからね。で実際になんでこれ、まあ、例えばねオーディオストックとかの、 あのストックミュージックでなんでか審査通らねえよっていう曲で、まあ、そういうのあったりとかするので、あのいやその響きじゃ絶対通らんよねっていう、ね、まあ似たようなクオリティで通ってる曲とかもあるんだけど実際ね、だからちょっとまあよくわからないところもあるんだけどね、まあそんな感じでクオリティ、まあどこに出してもまあ恥ずかしくないようなクオリティに持っていくための、まあ、最低限こう抑えておこうっていうのはね、まあ、そのチップス的に、覚えておいて見直してもらえるといいかなということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。